11日で東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震の発生から丸11年を迎えます。マグニチュード 9.0 という超巨大地震によって大きな被害が発生しましたし、その後も非常に地震活動が活発化して被害の拡大にもつながりました。あれから11年経った今、どういった地震活動になっているのか、こちらをまず見ていきたいと思います。こちらの図ご覧ください。これはですね、2011年の3月以降に発生した主な地震の震源をプロットしたものになります。マグニチュード7以上の大地震を、プロットしたものになるんですけれども、東北地方太平洋沖地震では、この東北や関東の沖合、南北500キロ、東西200キロに及ぶ岩盤が破壊されました。一般に岩盤が破壊された範囲で余震が起きるということになるんですけれども、2011年3月以降を見るとマグニチュード7クラスだけでこれだけの数が起きております。特にこのオレンジ色の×印が、2011年中に起きた地震なんですけれども、一方で黄色い×印、2012年以降でも合わせて5回の、7クラスの地震が起きております。去年2月にはこちら、マグニチュード 7.3 の地震がありまして、多数の死傷者を含む、大きな被害が新たに発生をしております。国内の地震観測史上では、これだけの短期間の間に大地震、これだけの数が多発する、連続して起きるということは過去なかったような事態なんですね。でこちらの図がですね、2010年以前の10年間と、11年以降、去年までの11年間に起きたマグニチュード3以上の地震の震源をプロットしたものになります。もともと東北地方の太平洋沖というのは、地震活動が活発な領域だったんですけれども、その活発さより一層ですね、顕著になったのがやはり2011年以降ということになります。これだけ、無数と言っていいぐらいの、多数の余震が、起きた、この11年だったわけです。で実際に傾向でちょっと見てみますと、これがですね、岩手県から千葉県の太平洋側の沖合にかけて発生したマグニチュード5以上の、体に感じる地震の震源をの、地震の数を、数えたものになります。毎年、10回20回程度の、地震は、起きていたんですけれども、2011年はマグニチュード5クラスの地震が565回、発生をしました。で2012年も、90回の地震が、1年間で発生をしたんですけれども、その後は少し減ってきているように見えます。ただ2010年までの1年あたりの平均 15.8 回に対して、2013年から21年までの1年平均はまだ25回観測をしております。まだまだ余震の活動減ってきたとはいえですね、活動は活発だということが言えます。去年の2月にもマグニチュード7クラスの地震が起きたことを想定しますと、大きな地震が起きる可能性はまだあるというふうに考えられます。このように、2011年に発生した地震の後、11年の間にも、余震といえるような地震、これが多数起きているんですけれども、もう一つ心配されるのが全く別の仕組みで起きる地震となります。それがアウターライズ地震なんですね。でこちらの図をご覧いただきましょう。アウターライズ地震、そもそもどういったものになるかといいますと、この図はですね、東北地方の、地中を、断面図として見たものになります。でこちらにあります海洋プレート、これが太平洋プレートにあたります。それが東北地方の下に沈み込んでいるというのが、地下内部の構造なんですけれども、2011年の東日本大震災を引き起こしたあの超巨大地震はプレート境界型地震と呼ばれるものでした。つまりこのあたり、
海洋プレートと陸のプレートの境目に、歪みエネルギーが溜まって、それが限界に来た時に一気に岩盤が壊れる。これがプレート境界型地震となります。一方、アウターライズ地震というのは、海溝外縁隆起帯と呼ばれる、その場所で起きる地震をアウターライズ地震というんです。で、この海溝外縁隆起帯、どういった場所かといいますと、こちらなんですね。海洋プレート、つまり太平洋プレートの上面、海底の方で起きるタイプの地震ということになります。で、この海洋プレート、このように、湾曲して書かれておりますけれども、実際は岩盤です。硬いです。硬い岩盤がこのように陸の下に押し付けられるように、こう潜り込むにあたって曲がる動きをとります。このようにカーブを描くんですけれども、硬い岩盤ですから無理に押し曲げられますと、この辺りにひび割れができます。そのプレートの上面で、この歪みが溜まって起きるのがアウターライズ地震ということになります。で、このアウターライズ地震、なぜこの場所でプレート境界型地震が起きた後に大きな地震が起きるかなんですけれども、例えばこのプレート境界にたまった大きな歪みエネルギー、東北地方太平洋沖地震ですとマグニチュード9という超巨大地震でした。ここで一気にエネルギーが解放されることで、この辺りの、力の加減ですね、圧力のバランスが変化をして、このプレート境界だけではなく、その外側の領域でも起きる、地震を誘発する可能性というのが考えられます。で、このアウターライズ地震というのはですね、過去の巨大地震でもいくつも観測されております。最近ですと2006年千島列島で起きた地震では、最初の地震がこちらですね、7.9、 マグニチュード 7.9 で起きた2ヶ月後にアウターライズ地震、さらに大きな地震として起きました。これ以外にも2004年のスマトラ島沖地震、マグニチュード 9.1 の超巨大地震でした。こちらは7年3ヶ月経ってマグニチュード 8.6 のアウターライズ地震が発生をしております。さらにこちらは同じく東北沖なんですけれども、1896年の明治三陸地震の後に37年経って昭和三陸地震が発生をしました。いずれもマグニチュード8クラスで、昭和三陸地震、アウターライズ地震でも3000人を超える方が死亡、あるいは行方不明になるという、極めて大きな被害が発生をしております。で、東北地方太平洋沖地震の場合はですね、もう一度こちらの図をご覧いただくと、この2つの地震、これがね、アウターライズ地震としてすでに発生をしているんですね。2011年と2013年になります。これによってエネルギーが解放されて、終わっていれば問題はないんですけれども、先ほどご紹介した各地震の特徴は、最初の地震に匹敵するようなアウターライズ地震が起きたといった事例にあります。このように極めて大きなアウターライズ地震が後から起きた事例もありますので、東北地方太平洋地震の場合はエネルギーまだ解放しきれていなかった場合、今後時間を置いて起きてくる可能性があると言えます。このようにですね、11年は経過をしたんですけれども、大きな地震の発生の可能性というのはまだ残っております。普段からの備え、これが大変重要だと、こういうことを表しております。ウェザーニュースではですね、12年目以降もこの東北地方太平洋地震の動きについては追いかけていきたいというふうに考えております。合わせてウェザーニュースの天気アプリでは、地震の最新情報やトピックスについてもご覧いただけますので、ご利用いただければと思います。